はい、皆さんこんにちは。なんと体育の授業に革命が起きました。はい、YouTube の概要欄をクリックして、まずこのページを開いてほしいんですけど、で、このアプリ何ができるかというと、人の動きを、まあ、AI がね、まあ、トラッキングして、まあ、こういうアニメーションが作れるフリーのソフトなんですよ。で、これ Chromebook でも、まあ、iPad、それから Windows でも全て使えるというアプリなんです。早速やってみたいと思います。はい、まずはサインインをクリックして、で、まあ、持ってる Google アカウントでね、ログインをします。はい。で、アカウント名を選択して、で、同意するにチェックを入れて、サインアップをクリックします。ね、OK をクリックします。はい。で、これでサインインができましたので、Get Started をクリックします。はい。そうすると、このようなページが開くんですけど、まず、左側にね、ライブラリーというメニューがありますから、はい。こちらで上から、例えば、マネキンですね。これをドラッグ&ドロップすると、はい。ここに、このようなアニメーションのモデルが出てきます。で、その他にも、ナイトとかね、これをドラッグ&ドロップしたりすると、ナイトになります。それから、ゾンビとか。はい。あとは、ヴァンガードと。はい。で、ここでは、この一番上のマネキンを、はい、ドラッグ&ドロップをします。で、あと、画面の説明です。で、画面のね、この視野を変えるには、オルトキーを押しながら、マウスの左ボタンを押して、こう動かします。はい、そうすると、このように、はい、視野を変えることができます。拡大する場合には、マウスホイールですね。で、上下に動かす場合には、コントロールキーを押しながら、矢印を押します。キーボードの矢印キーですね。はい。で、このように見やすい位置に持っておきます。はい。そうしたら、このマネキンにね、モーションをつけるんですけど、これどのようにやるかというと、動画を撮影するだけです。で、ここでは、まあ、見本の動画として、まあ、こちらのね、写真 AC のページから、まあ、フリーの素材ね。まあ、例えば、こういった素材。こんなような動きですね。はい。この動画をダウンロードして、はい。これをアニメーション化したいと思います。で、もちろんこれ動画だけじゃなくて、まあ、生徒がね、自分自身で、例えば前転をしてるとか、飛び箱を飛んでるとか、例えば鉄棒で逆上がりをしてるとかね、そういう動画を撮影しても構いません。はい。で、撮影した動画はどこで取り込むかというと、ライブラリーの横のプラスですね。ここをクリックして、で、ダウンロードした動画を開きます。はい、そうするとエクストラクト出ますから、ここで確認するということで、クリックします。はい、で、今これ取り込んでいます。はい、で、取り込んだこの動画を確認すると、こう再生で、で、動画が確認できたら、エクストラクトモーションをクリックしてあげると、ここでモーション名を入れなさいと出てくるので、ここでは、モーション1とします。で、OK をクリックします。はい。で、1分ほどかかりますよと出てきますので、1分ほど待ちます。はい。これで取り込むことができました。はい。ここにモーション1とありますから、はい。このモーション1をこのマネキンのところにドラッグ&ドロップしてあげます。そうすると、このマネキンの下に、はい。モーション1が追加されます。で、今ここに下にね、ループとあるんですけど、スタートエンドが100となってるので、まあ、ここのところを、まあ、1000ぐらいにしときましょう。はい。で、これで実行してみると、先ほどの動きがアニメーション化されます。はい。はい。はい。これどうですか？すごいでしょ？で、これ何がすごいって、例えば、オルトキーを押して、例えば、後ろから見るという場合、はい、これで再生すると、はい。後ろからこのように動きが確認できます。
はい、これまあどんな角度でもねこれ確認できて、これ再生すると、はい、真上から、はい、でさらにこのモーション、これ保存することができて、このマネキンですね、ここ右クリックをしてエクスポートをクリックします。そうするとエクスポートセッティングのウィンドウ開きますので、ここでモーションですね、まあエクスポートオールにしますか。でここでフォーマットはこれ 3D の形式ですね、まあ、様々な形式が選べるんですけど、まあ代表的なのが FBX という、これはブレンダーなんかで使える形式なんですけど、まあこんな形で保存できるので、これでエクスポートをクリックします。はい、で3分ほど待ってくださいということで3分ほど待ちます。はい、あ、これでもう保存できるのかな。はい、これで保存できますね。3分もかかんなかったですね。はい、で保存します。はい、でこれで保存できましたので、ちょっと見てみますか。はい、これが保存されたファイルなんですけど、これダブルクリックすると、はい、Windows の場合は 3D ビューアーでね、ほら見ることができると。すごくないですかこれ、ほら、はい、でこれどんな風に使うかっていうと、例えばパワーポイント、これに貼り付けることができるんですよ。はい、じゃあちょっとパワポね。はい、じゃあパワポで、はい、私の運動とかしてあげると、はい、でここに、はい、先ほどのこのファイルをドラッグ&ドロップしてあげると、ほらこれでパワポができちゃうと。はい、これすごくないですか。これちょっと見づらいんで、ちょっと背景を黒にしますか。背景を黒にすると、ほら、でちょっと私の運動が見えなくなっちゃうな。ちょっと待って、この文字を私の運動とかすると、はい、こんな風にできちゃうんですよ。はい、これ体育の授業とかの発表の革命になるでしょ。すごいっすよね。ほら、じゃあこれいろいろまだやってみますか。じゃあもう一つ。では、ライブラリーでプラスで、今度は、これにしますか。はい、これ。開く。はい。で、確認するで、はい、これです。はい。エクストラクトモーションをクリックします。で、ここではモーション2にしますね。モーション2ということで、OK をクリックします。はい、じゃあそしたならば、今度はこのヴァンガードにしますか。ヴァンガード、はい、でヴァンガードにモーション2をドラッグ&ドロップして、はい、じゃあこれで実行してみます。はい、やってみますよ。そうするとほらできた。ヴァンガードがほらちゃんとこういうふうにポーズをとってやってる。はい、ちょっと俺角度変えてみますか。オルトキーで、はい、で、拡大して、じゃあもう一回やってみますね。はい、そうすると、はい。こんな感じですね。はい。じゃあこれもエクスポートしてみましょう。はい、ヴァンガードのところで右クリックして、エクスポート。で、ここで、はい、モーションは、まあ、エクスポートオールにしましょうね。で、FBX 形式でエクスポートします。はい、これちょっと反応が悪いとこあるんで、ちょっと何度かクリックすると、あ、はい、できました。はい、でちょっと待ってくださいということで、ちょっと待ちます。お、できた。はい、で、これで保存をします。で、あとはパワポ等に、はい、今、はい、ここに保存されてますからダブルクリックすると、これで、はい、こんな感じにできましたから、あとはパワポ等にね、新しいスライドでここにドラッグ&ドラップしてあげると、はい、こんな感じですね。はい、こんな風にできました。で、あとね、さらにいろいろ細かい設定ができて、例えばちょっとこれにマネキンに戻しますね。マネキンに戻して、はい。
で今ここにアニメーションとかリターゲティングってあるんですよ。でこれ何かっていうと、一つ一つの点の動きをね、はい、見ることができます。例えばまあ要するになんかベクトルでこう表してるのかな。そうするとこうやるとほら矢印の向きでね、一つ一つの点がどの方を向いてるとか、こんなのを見ることできるんですよ。でさらにですよ、これね動かすことできるんですけど、ちょっとねこっからグロい画像なんですけど、ちょっとコントロールキーと下で、あ上キーでこうやって、これ見てください。これね点をこれクリックして、でこれを上にやると首が伸びるんですよ。ほらほらこれね。でちなみにこれ右クリック、これ右クリックをして、ここでトランスフォームで、はい、ローテーションってやると、こう首をね回転させてすることができます。はい、これで動かせるんですよ。ちょっとやってみますね。はい、ほらこんな首の長いやつができると。はい、はい、でこんな風にできました。まあ、こんな風にここね、あのやると、まあいろいろここでね、あのいじるとできるということなんで、まあ点をクリックしてこういうところをまあ分かる人はね動かしてもらうと、ちょっとここを77っていうのをまあ10にしてみたりね、はい、そうするとちょっと角度はね変わったり、あとここを黄色くなってやると、こう回転させることができるんですよ、手が。でちょっと分かりづらいかな、こういうふうにやってやると、こういうふうにね、はい、稼働させることができると。これちょっとあれだな、これはちょっとまずいな、こんな感じかな、はい、ということで、でこのまま動かすこともできると。はい、なんか反映されてないけど、まあこんな感じでね、はい、できますよと。はい、はい、いかがでしたでしょうか。この AI でモーションをトラッキングしてアニメーションを作る、このプラスクというアプリ、これ体育の研究事業に革命を起こすのではないかと思います。ぜひ使ってみてください。それではまた。じゃあの。